上です。パッパッパーティーさんパッキン、ダンシンダンシンハロウィン。ということで、今日はハロウィンかぼちゃを作りたいと思います。今日は前回に引き続き、ツイッターで話題のテディというユニティのアセットを使って、3D モデルを錬金していきたいと思います。完成したらお部屋のどこかに置きましょうか。それでは早速作ってみまーす。いきまーす。丸が描ける人は心が綺麗って誰か言ってました。丸？ハロウィンパンプキンはね、やっぱ怖いだけじゃダメですね。可愛くないと。白ね、自分の部屋に置きたいものを描く。でもちゃんとハロウィンパンプキンにしますよ。可愛い色にしよう。いいですね。あ、これ黄色やん。もういっか。まあいいや。おほー。あれじゃないですよ。ピで始まって、チュで終わるやつじゃないですよ。でもリアルに皆さん、ハロウィンパンプキンを作ろうとこの人生において思ったことある方いますか？ちょっとなんか、ちゃんとできるのかな、これ。あと、口が裂けてればいいんでしょ？ちょっと待って。やばいやばい。これちょっと終わりの始まり感がすごい。あ、でもそれっぽい。でもなんだかわかんない。なんなんだろう、これ。なんかドラキーアシュみたいな感じになってますね。これ参考画像をカンニングしながらやってるのに、この画力ってどうなの？色がいけないんじゃないかな。かわいくしよう。これ部屋に置きたいかって聞かれると、あれか！やっぱ頭の上にかぼちゃ感が足りないんだな。あ、もうなんかかぼちゃじゃない。どうして毎回みかんになるの？待って、どうしたらかぼちゃになるの？なんかハロウィンパンプキンを作ってみましたっていう動画じゃなくて、ハロウィンパンプキンとは何だろうっていう哲学的な、ちょっと、ちょっと、すごい真剣に描いてるんだけど、目がいけない、これね。終わりの始まりは、目。そう。瞳にはキラキラが大事。これ、愛媛みかんだよ、どう見ても。なんか全然、あれでも参考画像通りだと思うんだけど、何が、あ、あれか！わかった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 。これわかった。なんか、脳天かち割れてるんだな、参考画像は、しましまに。なんか、ちょっと物騒だよ。これ、どうしよう。テレフォン！もう何なんだろう、これ。何を書いていらっしゃるんですか？あ、もうなんか。もうダメだ。これはダメだ。これはダメだ。どうしよう。これは、どうしよう。部屋にあったらもう、待って、笑っちゃった。物騒極まりないですよ。ちっちゃくしたら、それ、待って。でん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 、ぽいん！はい。あ、でも今回のいいところはくっついてること。あ、なんか可愛く見えてきた。ハロウィンパンプキンではない。どうしてこうなった？なんかもう、野球玉みたい。じゃね、最後にね、署名してハロウィンパンプキンの完成にしましょうか。でもなんか本当に、画力はね、発達しないので残念なお知らせですけど、白みたいにこんなうだうだ描いてても、3D モデルとして爆誕してくれるこの、テディちゃん、すごいと思います。ほんとすごい。はい！ああ。はい、できましたわかった。ハロウィンって書いておきましょう。これはハロウィンです。どうしよう。書かなかった方がよかった。あ、でもわかった。でもそうだよね。これはハロウィンかぼちゃですって言えるもんね。ハロウィンかぼちゃって書けば。
これが部屋にあると思うと、白怖くて夜も眠れないです。できれば部屋に置きたくない。はい、この謎の物体ね、お部屋に生み出してみたいと思います。じゃじゃーん、見てください、できました。パチ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 。ね、横にこじらもあるんですが、いるんですが。こんな感じで思ったより馴染んでくれました。この子もせっかくなので名前つけたいんですが、パパパパンプキンちゃん。猫。パパパパンプキンにゃんということで、はい。そんな感じで、みかんだけどみかんじゃなかったっていうね、一応ハロウィンパンプキン感を出せたところで本日は終わりにしたいと思います。皆さんも本当にテディ白でもできちゃうので、ぜひぜひ、トライしてみてください。ご視聴ありがとうございました。良いハロウィンを。ご視聴ありがとうございました。まだお済みでない方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。PC や一部スマートフォンからご視聴の方は画面のこちらから、その他端末をご利用の方は画面の下にある登録ボタンをクリックしてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。